おはようございます。今日はですね、11月2日、木曜日ですね。明日誕生日なんですけど、11月3日で、38歳になりますね。ちょっとね、今朝っていうか車運転しててさ、ふとこれ話したいなと思うことがあるんだけど、もし、僕がね、また、鬱になるかもしれないし、鬱になるかもしれないな、知れないなと思って、いや、別に、今すぐとかそういうのじゃないけど、なんか、躁鬱病って、なんかそういうものらしくって、こう波があるっていうか、思ったんだよね。もし鬱になった時にこの映画を自分が見れるかどうかわかんないけど、もし見てたらの体で話すわ。もしさ、また鬱になって体重増えてもいいと思うんだよね。外出なくてもいいと思うんだ。でもさ、もう絶対にさ、自殺すんなよ。てか自殺しようとすんなよ。いいんだよ、引きこもりたければさ、引きこもりたいだけ引きこもっていいんだよ。ゲーム配信とかさ、見たいだけ見ていいんだよ。麻雀のゲームとかさ、やってたけどさ、やりたいだけやっていいんだよ。パソコンさ、ボッコボコにぶっ壊したけどさ、いいんだよ。スマホもさ、バッキバキにしたけどさ、いいんだよ。物にさ、当たりまくったけどさ、いいんだよ。お前さ、絶対自殺すんなよ。もしかしたらさ、まだ携帯でさ、なんかいろいろ首の吊り方とかさ、楽に死ねる方法とかさ、わかんないけど睡眠薬の入手法とかさ、調べるかもしれないけどさ、やっぱ死にたいなって思って、消えてなくなりたいなって思うけどさ、お前さ、死ぬなよマジで。絶対に。だってさ、今朝さ、車運転しててさ、明日誕生日でさ、どういう風に誕生日過ごすか考えてたけどさ、死んだらさ、
誕生日とか来ねえから。うん。車運転してた時さ、生きててよかったってお前思ってたの。2年間ぐらいさ引きこもってたけどさ、いいんだよそれがさ。3年でも4年でも5年でも時間かかってもさ、いいんだよ。だってさ2年かかったけどさ、もう今元気じゃんお前。次またもし鬱になってもさ、いいんだよ別に。だってまたさ直しゃいいんだから、痩せりゃいいんだよ。人と話すのが怖いとかさ、外出たくないとか思えばいいんだよ。またさ人と話せるようになるしさ、外も出たくなるしさ、飯もさ、なんでこんなに何食ってもさ美味しいって思えないなってまた思うかもしんないけどさ、いいんだよ思ってりゃ。またさ美味しいって思える日来るから大丈夫。大丈夫だからマジで。音楽もさ何聴いてもさ面白くない時あったじゃん。うん、本もそうだしさ映画もそうだしさ、感情がさなくなるじゃん。でもさいいんだよ別になくなったって、また戻ってくっから。大丈夫大丈夫だから。でもさ俺のおじいちゃんさ首吊っちゃったじゃん。なんで死んじゃったんだろう。もったいないな。だってさ おはようございます。お仕事ですか？はい。仕事ですか？あ、仕事、うん。あ、でも別に大丈夫です。あの、これだけちょっと見たら帰ります。あ、もう好きなだけ言ってくださいよ。別に僕のもんじゃないから。痛いだけ言ってください。